皆さんこんにちは、キリアです。三国志14続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回こちら海景を落としたところ、そして今回はここからさらに南下していって、こちらの建安、王老軍最後の一つの都市、こちらを目指していきましょう。で、この建安が兵士数6546で守っているんですが、その隣にこちら異民族の三越ですね、三越モサ隊、これが兵士数5000で、こんな近くまで来ていて、こちら王老軍大丈夫でしょうか。三越に落とされたらどうなるんだろう。よし、ではこれで進めていきましょう。ここで進行開始。さあ、こちら海警の軍全員でこちら南下していきましょう。で、あとこことは別にこっちの炎術軍の方でもいろいろとやっていますが、まあ大丈夫か。報告がある。こちらの方は周囲が今帰還中で、そして帝府がここに落とし穴を作っている。で、主治はこの弓矢倉を補修しているところですね、はい、これが終わったら全員退却していくという感じ。よし、ではまたここから進めていきます。向こうまで着くのに1ヶ月くらいかかるんですよね。お喜びください。と激励の章、少しずつ進んでいきましょう。よろしく頼む。これが主治の子供主膳が、成人して味方に入ったのか。そして孫策の弟孫権が成人し孫策軍に加わりました。おお、孫権来ましたね。共に天下を安らかに保たん。おお、うおー、なんだ食事に細工がされた。最近は妙にそわそわする。戦い足りずに血が騒ぐのだろう。戦線に行かせてくだされ。ほう、なんだ今の。これを今疫病は全然違うところですね。漢中と上兵、そして原白子が前線に行きたがっている原白子ここの5にいるところですが、ここは嫌なのかな。そしてさっき誰か一人なんか毒を何か盛られたとかそんなこと言ってましたよねあれは一体。ただこっちの地域内政で治安が低いので、こっちの5の方がもう軒並み治安が低いので、ここであんまりこう能力が高くない人を置いておきたいんですよね。まあ統率が高い方が治安の上がりがいいという話ですけど、統率高い人はこっちの方の前線の方に置いておきたいですもんね。ただまあ希望は叶えた方がいいのかな。原白子の他に、あ、今カカがいるのか。そしたらカカに内政してもらって、そしたら原白子、そしたら蔡宗に行くか。急ごう。こっちに移動させて、これでまた時間進めていきます。5で、あ、半将だ。半将が、あ、これで仲間になった。おお。さあ、これでこちら、建安の方まで来て、主官が仲間になってくれない。達成いたしました。これでアイテムたくさん持ってますけど、これ。あ、こっちの建安と。これ、三越と戦ってるのか。全獣隊が戦っている。これ、探索でアイテムたくさん もらってくるんですけど、これ、名品であげるときって、多分これ孫策がいないと、都市にいないといけないんですよね。今これ名品あげられるの郊外が持ってるのと元春が持ってるこのアイテムだけなので、多分これ孫策が出撃していると名品を他の人にあげられない。で、孫策ずーっと戦って出ずっぱりなので誰にもあげることができない。そんな状態が続いていますが、こちら建安の兵士がだいぶ減ってますね。これで3600ぐらいになってるか。で、三越の方がもう、やられそうですが、こちらの人たちでやっていきましょう。うわっと、待て。両家隊がここに来てる炎術軍として。んで、これが足止め食らってる。あこれは何かの罠にかかったのか。マジか、1万か、兵士1万。今ここに輸送隊がいて、みんな周囲たちこの中入っちゃったので、周囲、もう一人主膳で行くか。入ったばかりの主膳で、周遊と主膳は眼光人で、まあ3000で行くか。これで行きましょう。そして帝府隊がここに今いるので、これどうしようかな。足止め、まあいいか。こっ
ち攻撃していきましょう。はい、みんな我が指揮に従え。よし、これでテーフ隊も、うん、こっちに向かって攻撃。分かりました。よし、これでいっか。ここにこれで倒したら退却するという感じで。んで、後ろの人、チョウ君、これは1500、そんなに怖くはないか。命令で。そしたらこれで時間進めていきましょう。さあ、この露光から周遊たちが出ていってきましたね。そしてこちら、テーフ隊も、あっと、これも来てるのか、上から。そして長江が主幹を訪ねて、おお、主幹が仲間に入った。で、これ大丈夫か。まずこちら、テーフが。で、おっと、孫作軍のテーフが、炎術軍の両家に一騎打ちを仕掛けました。おお、テーフと両家の一騎打ち。一騎打ち初めてですね。武力が結構いい勝負。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。おお。向こうは結露と眼剣という特技を持っているけど、どうだこれ、いい感じで、おっと、勝てる勝てる勝てる。よし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 。相手を選んで挑むことだ。これ相手のゲージが残った状態でしたけど、あ、相手は傷を負った。これで向こうの士気がかなり下がるのかな。確認してくれ。そして周遊隊と修繕隊もこっち来ている。もう一歩下に下がった方がこの弓矢倉で攻撃できるんだよな、これ。うわっと、そしてこっち側ももう剣庵まですぐ近くまで来てますね、この3人。そしてこちらの、前獣隊は三越の部隊を退けた。んで、ちょっと待てよ、これ師匠隊か。これ師匠軍の負がすぐそばまであるけど、まあこれはいっか。師匠は結構孫権と友好的なんですよね。師匠は孫権にたくさん献上品を送っていたとのことなので、まあこっちは問題ないでしょう、師匠軍に関しては。まずはここの剣案を落とすこと。そしてこちら、このこれどうしようかな。一歩下に下がってこれ戦ってもらいたいんだけど、これ無視とかでもいいのか。とりあえずこうしましょうか。心得申した。で、この相手が今ここのテーフがいる場所に来てくれれば、ここで弓矢倉が発動する。良い曲だな。で、周遊たちもちょっとこの辺に移動して。どうした。心得た。これで近くに来たら、近くに来た敵を攻撃するという形にすれば、弓矢倉と、テーフと、そしてこちらの眼光陣の弓兵で一遍に攻撃できるはず。後ろから来てるのはチョウ君か。これちょっと2方向同時にこの進行フェーズ中見ることができないのがちょっと残念ですけど、ではここで時間進めていきましょう。このテーフ隊が一歩後ろに下がってくれればいいんですが、その前にこちら尽くします巨人という人が、探索で仲間になりました。そしてこそよろしくお願いいたします。吉報です。そして牽制の章。さあ、これちょっとまずくないか。大丈夫か大丈夫か。あ、下がった下がった。よし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 。さあ、これでこの周遊の家系は他とは違うぞ。来ました、こちら神家系ではなく神家系と読むそうですが、ちょっとこれテープ大丈夫か。テープが火に飲まれてないか。大丈夫か。燃える火の長さは伊達ではない。聡明豪気、かっこいいな。さあ、これでテープの戦法も発動して、おっと、そして巨星が逃げた。おっと、白府露光も発展し、城内が手狭になってきました。都市を拡張してはいかがですか。拡張。ほう。お、露光の規模が中になりました。へえ、都市増築1、露光規模が中になった。ほう。その効果は。これを、これで今こちらテーフ隊と、そして周遊の戦法が発動して、あと地味に修繕の飛矢も発動してましたね。で、そっか、テーフが事後命令退却になっていたから、移動した後退却しようとしちゃってるのか。ただこれ攻撃にして、ちょっとこちらを攻撃にしましょう。悩み事か。の2人はまあこれでいっか。これで、テーフが魚鱗の陣でこの両家隊と戦って、そして後ろから弓矢でこちら修繕隊、周遊隊、そして弓矢倉が攻撃している。これは理想的なフォーメーションですね。
そして相手のところに火が放たれていて、こっちの手蓋の火は消えたようですね。相手は挑発混乱足止めよし。そしてこっちに長君隊いるけど、まあそんなに無理に深追いはしない方がいいでしょう多分これは。んでやっぱりこれちょっと結構ちょっかいかけてきているので、この王老軍を退けたらもう次は炎術叩いた方が良さそうですよね。ここら辺に可愛い女の子いるし。それではまた進めていきましょうか。容赦するな。さあこれで会計で巨人が火星を発見。頼むぞ。これどんどん人が増えてきますね。そして修繕を発見。修繕を誓おう。そして今度は、こちら半輪初めて聞いた。さあそしてこちらのおっと孫作、孫作軍の孫作が王老軍の全銃を一騎打ちに巻き込みました。巻き込んだ。おお。向こう武力41完全な分官ですけど。小覇王が力解くと見よ。その万有後悔せよ。孫作のグラフィックがあんな感じなんですよね。さあこれおお1号で一気に半分ぐらい減らして、これ相手ゼロにしましたね。ひい傷を負うとは。さあこれでおっとこっちで両家を撃破。おこれで両家捕らえた。そしてさらに後ろからまた何か来ている。これは妖砲隊か。妖砲の軍勢が来ている。確認してくれ。これで炎術軍の両家を生け捕りにした。そして劉備が収穫に任命された。なるほど。さあこれで死なない間に劉備がここを劉備が特に都市を取ったわけではないけど収穫になったのかっていうか、劉備攻められてますねここ曹操軍に。勝敗大丈夫か。加工遁隊が7800、曹操隊が2500、勝敗6100、大丈夫なのか。そしてこっちの高孫さんが知らない間に結構追い詰められている。炎章がもうここ兵を落として、ただ北兵に2万兵士がいるのか。ただその炎章も後ろを背後を呂布に襲われている。これはどうなっていくのか。そしてこちらの部隊、楊邦がここにいる。火のところに敵が飛び込んでこないからこっちから迂回してくるのか。左側から来るなら、テーフこっちに移動した方がいいけど、どうなるんだろうな。ここに来るまでに火が収まるのか、それとも火の中を突っ込んで最短距離で行こうとするのか。いやでも確かこっち側で自分の部隊も移動するとき火を避けて移動していましたよね。そしたらテーフここを中継してここに進軍しましょうか。で修繕は一応この場所のまま。あでもこれ同じ場所に行けないんでしたっけ。そしたら修繕一旦こっちに下がってからこんな感じで進軍するか。よし。そしてこちらの建安の方は全銃を撃破して、あと建安の残り兵士数1900、これはまあ大丈夫でしょう多分。そして後ろから、5つ目の珍部隊が来ている。結構時間かかったなこの歩を取っている間。ではこれで進めていきます。さあこちらガッピウッド、これが探索が。おっと女性を、あ女性発見。頼むぞ。女性が仲間になった。そしてこれがこっちが左から来ましたね。左から来て、そしてあいい感じで、いい感じでこちらテーフが前に行って、おっとこれはお剣案落とした。よし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 、これで楊州制圧、剣案を制圧しました。よし。王老軍が滅亡しました。よし。さあそしたらまたこちらも全員、あ課金とかいますね。課金、巨星、愚本、この辺りは優秀な人材なのでなんとか我が軍に欲しいところ。王老も息子が王宿でしたよね。息子が王宿で、そしてさらにその娘が王元気。ただこちらが曹操のあれなの人なので仲間になってくれるかな。さあでは頼む。ダメか。愚本が仲間にならない。愚本ら4人の投与に失敗。全銃だけか。
一騎打ちで孫策に敗れた全獣が仲間になった。そしたらこちらも捕虜を投獄しておきましょう。さあこれで幕府検定陛下の勅使がお付きになりました。爵位授与の沙汰にございます。お、これで孫策が収穫になった。よし、孫策が収穫に任ぜられた。よし、さあそしてこっち側北側の方、こちらが帝府隊がもうそろそろ兵士数が少なくなってきたか。ただもうちょっといけるか。1752、うーん、で養蜂隊5400で、修繕と周遊が弓を放っている。こちらの弓矢倉も頑張っている。あ、イベント、これ、あ、陽州制覇。これで見ていきましょう。幕府これで陽州の平定はなりましたな。産む者どもご苦労だった。さあこれで孫策軍の主義経験が1000増加。これはあれか、この画面か、この姿勢で、この経験値が1000増えてもう少しでレベル3になる。んーで今一応こんな感じでやっております。ここの支援使える人が、あ、増えてる。あ、そうか、女性が仲間になってこれができたのか。都市の耐久回復量と建設速度が上昇。お、これいいですね。これやって、この支援が最初からたくさん空いていたんですけど、この支援のこの政策を持っている人が少なくて結構余っている状態で、あと戦争、これどうしようかな。奉仕の陣、今までスピード重視でたくさん使っていましたけど、バランスがいいのは魚鱗の陣ですよね。魚鱗を強化するか、まあとりあえずはこのままでいっか。これでいきましょう。あ、そしてこれ二強婚礼、こんなのもあるんだ。これまだ条件があと一つ、都市勢力は全部落として、あ、これか。以下の武将がイベントに参加可能である。孫策、周遊。孫策と周遊がずーっとこれは出ずっぱりだったから、このイベントできなかったのか。で、今、孫策は都市に着いたけど、周遊が、今あれですもんね。こっち側の演術軍と戦っている。そしたらちょっとこれ、なんとかあのイベントを起こしたいけど、どうしよう。そしたら次、こっちの、露光の方に孫策たち移動させるとすると、全獣はここに行っていっか。日数20日か。まあ、いいか、とりあえず向こうに移動させて、そしてまたちょっと裏作業で、こちら内政をしっかりやっていきましょうか。よし、さあいろいろ設定し終わって、これ結構時間かかるんだよな、この裏作業の内定が。これで、こっちのロコの方のこちらを見ながら進めていきましょう。こちら周囲は、おっと敵に逃げていくか。周囲はこの、うわ、戻ってきた戻ってきた。なに今一歩上に行ってまた戻ってきた。こちらを倒さないと周囲があのイベントを起こせないので、小京と結婚できないところですが、これは来将。頼むぜ。行くぞ、守りきる。さあこれで、おっと、なんとかになんとかを望むが今年読めない。隙を伺った甲斐がある。脱走するとしよう。なに、陳京が脱走した。この陳京は全然東洋に応じてくれないんですよね。報告がある。そしたらもうこちらの軍を倒したら、上は大丈夫ですよね。呪春、まだ、なんか攻めてきそうな気もするけど、こちらを倒したら、もうみんなで退却することにしましょう。ちょっと全員でこちら、事後命令退却で攻撃する。これでこちらを倒したら、もうすぐに、この露光に戻ってくる。そしたら、イベント発生できる。よし。これでまた進行していきます。攻め立てよ。さあ、これで、お、課金が、こちら捉えていた課金が仲間になって、そして、養蜂も撃破。よし。さあ、これでみんなで戻っていきましょうか。わっと。師匠軍と孫策軍の外交感情が低下。今何が起こった？ちょっと一瞬何か表示されていたけど連打しちゃった。師匠軍が慶応に地域怪獣を仕掛ける。マジか。マジで。さっきまであんなに贈り物をしてきてくれていたのに。さあ、そして、お、に立ちましょう。王老が孫権の誘いで仲間になって。確認してくれ。
さあこれでとりあえずこっち側ジュシュンからの攻撃は収まったけど、こっちの師匠軍が地域怪獣仕掛けてきてる。みんなこっち側の方まだ五都海警と建安治安が悪いんですよね、負の。なので地域怪獣結構成功しやすい感じだけど、ちょっと同盟結んでおくか。向こうから同盟結ばせてくれと言ってくるかなと思ったんだけど、ただこの師匠軍のところまで行くのに日数かかるな、すごい。長江で行きましょうか。金1000でいいのかな。あ、でもまたこれ孫子の兵法書にすると失敗と言われるから、これ失敗が成功になっているパターンじゃないか。またそれとも孫子の兵法書はそんなに嬉しくないのかな。なんかまた失敗しそうだな、これ。金そんなにないんですよね、今。周遊のこれが信用できるのかどうか。感触でも知力これ以上上がるものないですよね、周遊。周囲今知力97。それか神前を送っておくか。ただそれのお金もないんだよな。孫子の兵法書に変えると失敗すると言われる。いや、これ絶対嘘のパターンでしょ。まあ、名品送るか。名品、この辺、武力プラス3、価値15。この干渉という武器、ちょっと送ってみましょうか。金よりもアイテムの方が正直いらないので。日数43日かかりますが、ちょっと行ってみましょう。さあ、これでまた時間進めて、さあ、今度こそ周囲が、こちらに戻ってくれば、大凶小凶のあのイベントが発生する。さあ、これで、ただ戻って来られるか、この、フェーズ中に。おっと、あ、そっか、これ、両家を捕らえた部隊が戻ってきたからか。そしたら、これで投与をしてみましょうか。忠誠81しかないですね。演説軍のこの両家。行きましょう。よろしく頼む。おお、来た。この黄金の乱から、蜀の滅亡までを生き抜いたと言われる、この両家。さあ、これで、さあ、これで、周遊隊が露光まで戻ってきました。これで、ついに行きましょうか。決裁イベント。こちら、二教婚礼。見ていきましょう。順調にその勢力を伸ばす孫策軍。この日、孫策と周囲は視察のため領内各地を巡っていた。さあ、これで孫策が上の空になっている。今その先にこの世ならぬ美しさの女性がいたので、ついな。おお、どこの娘だろうって、これ。二人とも今、孫策軍に入っていますけど。これは知らない前提のイベントなのか。ここで大凶と小凶に引き合わせる。同じ軍に入ってるんですけどね。そう、これで2人が、おお、196年4月、孫策が大凶と、周遊が小凶と結婚しました。二凶婚礼。これで孫策も、こちら配偶者大凶来ました。そして周遊の方には小凶。よし。さあ、これでこちら楊州を平定したところで、まだまだこの空白地、白い部分多いですが、これで今度は、もうこの演術と、もうこれは私有を決することにしましょうか。ただその前にこっちの、この効果、もう落としたいんだよな。ここ、酵素がいるんですよね。この父の仇の酵素。あ、酵素が一般になってる。大主が祖妃に奪われている。あれ、この祖妃って確か、関寧と、あ、親愛武将関寧。関寧が孫策軍に下ってくるのを手助けした人ですよね。孫策軍じゃないか、孫権軍か。あ、そっか、これ、酵素を倒すのは孫策ではなく孫権か。もっと後なのか。まあ、史実通りにやる必要も特にないですが、どうしようかな。ここ、露光で演術、呪春を攻めるとなると、今度この露光は呪春と、こっちの効果、二方向に対して警戒しないといけないんですよね。で、そうなると、二つに分けた時残った方の兵力で、今度全部でこっちを攻めて、効果を取ってしまっても結局同じことなんですよね。
今度ここの路口の部分が安全地帯になるので、さすがにここ斜めにこうここの山は通れないですもんね。斜めに進行してくることはないと考えて、そうしたらもうここは2つ同時に攻めてもいいのか。この路口で樹春を攻めつつ、残りの路口の兵で効果を攻めて、そして再層から援軍を送っていくという感じで、よし、そしたらその辺をまた次回やっていくことにしましょう。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。